柏原湿原、柏原出原周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。2013年9月17日撮影。柏原出原は、佐賀県唐津市に位置する出現湿地。柏原出原は、標高591メートル、敷地面積約120ヘクタールの出現で、 佐賀県自然環境保全地域に指定され、さらにそのうちの8ヘクタールは特別地区に指定されている。また環境省の生物多様性の観点から重要度の高い湿地に指定されており、豊富な生態系から九州の大勢とも呼ばれている。遊歩道が設けられており、多種多様な動植物を観察しながらの散策が可能である。また、希少生物も多く自生しており、 最盛期には、県内外から多くのアマチュアカメラマンが訪れる。氷河期の残存植物と言われる三菓子はをはじめ、食虫植物や絶滅危惧種など、約60種類の湿地植物が生育している。羊草や勝負、ユースゲなどが見られるほか、三菓子はや土器草、サギ草などの国や、県のレッドデータブックに記載されている、希少種、 モーセンゴケのような食中植物が生育する。この内詐欺層は、973村の村花でもあり、柏原湿原を代表する植物とされている。動物は絶滅危惧種である八丁トンボや、モートン糸ト,トンボなどの失笑昆虫が見られ、特にモートン糸ト,トンボは、佐賀県では、この柏原湿原でしか見ることはできない。他に、アマガエルやヨシキリなどが生息する。 九州の大勢とも言われる、柏原湿原出現だが、人の手が入っていないというわけではない。昭和46年に改造した七三村道によって、湿現が分断されたことや、野焼きや大水苔の除去等の中断により、解放水面の減少や、水量の減少、土砂等の堆積などで、保全状況が悪化し、数種類の植物が確認できなくなる。 既存植物の株数も減少するなどの問題が発生している。これに伴い、平成14年から自然生態系の保全、再生に向けた調査が行われ、平成17年には佐賀県を主体とする柏原湿原地区自然再生事業実施計画が作成され、昭和中期頃の湿地植生を再生するための取り組みが行われている。 取り組みの一環である植生の除去では、水苔などの大繁盛した特定植物や枯れた植物体の堆積などによって陸化が進行している。問題への対処として、春節や植生の抜き取りを実施したところ、解放水面が拡大したような植生が回復するといった成果が出ている。この他に湿地帯に侵入した干木の除去や湿地を分断している損道の移設などが、 保護手法として実施、または議論されている。豊富な生態系の中には、マダニやハチ、ヘビなどの人的危害を加える生物も生息しており、訪れる際は長袖や蝶ズボンなどの露出の少ない服装が好ましい。また、湿原破壊の原因の一つとして一部の人間による湿地内の立ち入りが挙げられており、立木の採取や伐採などと合わせて禁止されている。 この他に、ペットの連れ歩き禁止、出現内での飲食、喫煙の禁止など、規定が設けられている。ありがとうございます。